ティオハリムの差し金か。何のためだ。出て行けと言いつつ、やっぱり殺すつもりだったのか。どうかしら。私たちはあの黒猫に導かれてここまで来た。その私たちをつける理由は多くないはずよ。俺たちを呼んだ者に用があるってことか。だとしても、それは別に私たちを助けるためではないでしょうね。違う？私たちを呼んだのは何者？答えなさい。おい、本気か？待ちたまえ。君たちを呼んだのは私だ。お前まで来るとはな。久しぶりだ、キサラ。知り合い？ミキウダ兄さん。カラグリアとシスロディアを解放した英雄か。あえて光栄だ。俺たちだけの力じゃない。たくさんの支えがあったおかげだ。ねえ、彼女さっき兄さんって言ってたけど。ああ、そうだ。この世でただ一人の肉親だよ。共にダナとレナのこの国の未来を夢見たものだ。それにしてはまるで仇敵を前にしたような態度ね。その人は裏切り者だからよ。同じ近衛兵団に身を置きながらティオハリム様の暗殺を企てて行方をくらました。それがその男の正体。暗殺？まだそう信じているんだな。違うっていうの？言っても信じないだろう。あの時もそうだった。だが私は今でもティオハリム様に仕えているつもりだ。それこそ信じられないわ。そもそもこの国はかつてとても過酷な支配を受けていた。私たちの親もその頃死んだ。当時は我々のような身寄りを失ったダナの子供たちがいくらでもいた。身を寄せ合って互いに助け合い、なんとか生き延びたものだ。そこにティオハリム様が現れた。あらゆる区域を廃し、我々ダナ人を人として扱ってくれた。家族は引き裂かれずに住むようになり、メナンシアは生まれ変わった。なら、どうして裏切ったの？順を追って話そう。レナの目的が精霊力の収集であることは知っているな。ああ、それで次のレナの王を決めるんだと聞いた。そうだ。治水火風光の五属性の精霊力だが、生命にはその全てが含まれている。わざわざ人力に頼る理由だよな。そこで質問だ。精霊力を失った生命や物質はどうなる？よくわからないが、死ぬというのとは違うのか？もっと悪い。見たまえ。なんだそれ、金属なのか？金属ではない。正確なところは私も理解を超えているが、これは何でもない。物質でなくなったもの、かつて物質だったという痕跡、虚水というそうだ。虚水？それ自体は目に見えず、ただ周囲が映り込んでいるように見える。これが全身に及んだ時が私の最後というわけだ。そんな。でもどうして兄さんがそんなことに？
猿陰謀が進行している。おそらくティオハリム様はご存知ない。私は偶然それを知り、あの方に知らせようとしたが果たせなかった。これはヘルガイの果実と呼ばれるものだ。ラナの生き物がこれを食べると異常な興奮状態に陥り、通常より多くの精霊力を放出するようになる。それってひょっとしてアルフェンとローがおかしくなったのって。もう体験済みか。この国の食料の大半に混ぜられているはずだ。不思議はないな。じゃあ俺たちもあんたの右手みたいに虚水ってやつに。安心したまえ。継続してそれなりの量を摂取しなければそう簡単になったりはしない。でもそれなら私はなぜ何ともないの。なぜ兄さんだけが。おそらくこの衛兵の食事には入っていない。ティオハリム様に感づかれないために。私は告発し損ねて捕らえられた。そしてあの果実をたっぷりと投与されたんだ。多分そのまま死ぬと思ったんだろう。私は人知れず放置された。だが私は生き延びた。それで暗殺未遂をでっち上げられたというわけね。そんな。そして私は同志を集め、僅差の猫という組織を作り上げた。我々は陰謀の真相を探り当て、それをティオハリム様に告発する機会を伺いながら果たせずにいた。だがそこに君たちが現れた。それでその子の出番だったんだね。一か八かだったかな。よく気づいてくれた。ザレもよくやってくれた。それで具体的にはどうするんだ。あの方は定期的に市内を視察する。ダナ人もその時直接話すことができる。そこを狙う。当然警備は厳しいだろうが、君たちがいれば近づけるかもしれない。分かった。だが一つ聞かせてくれ。あんたはなぜそんな目にあってまでやるんだ。この国のダナ人の未来のためだ。未来。ティオハリム様は素晴らしい方だが、それでも一回の鋭に過ぎない。今の鋭ブリガが終わればまた次の鋭がこの国を治めることになるだろう。そうなれば全ては元の木阿弥だ。そうなる前にティオハリム様に立ち上がっていただく。あの男がそこまですると本気で信じているの？ダナのあなたが。おかしいか。全ては信じることから始まるのだ。こんな地底湖があったとはね。それで医療施設はどこにある？ここにはそんなものありません。一度だって存在したことはないんです。でもこの地区に運ばれていく人たちを私も見たわ。彼らはどこに行ったの？我々の目の前だ。今まさに目の当たりにしている。どういう意味？ひょっとしてそこの湖に沈めたっていうのか？違う。君たちが見ているそのものだ。かつてそのものだったものだ。大きさが違いすぎて分かりにくいかもしれないが、
この湖全体が。そう、巨水だ。この全てが。話が見えないぞ、ミキューだ。その手は何だ？巨水？一体何の話をしている？これがあなたにお見せしたかったものです。精霊力を根こそぎ奪われた時、物質は物質としての死を迎え、生物は死体すら残らない。後にはただ周囲を映すだけの、そこに物質があったことを示す痕跡だけが残る。それが巨水、この湖に見えるものです。この湖が全部、どれだけの人が、タナジンが。それを信じろというのか。精霊力を操る術を持たないダナ人の君の言葉を。鋭である。私も知らないようなことを。ならば最後にもう一つお見せしましょう。これはヘルガイの果実、全ての元凶です。ミス、何を。これが証拠です。あなたの知らないところで大勢のダナ人が死んでいます。いや、ただ死ぬのではない。この世界から消え失せて、その痕跡だけになっているんです。ミッサン、あなたの周りの誰かがこれをやらせているんです。誰かが膨大な精霊力を集めています。やめさせてください。あなたがいなくなればメナンシアはまた元の地獄に戻ってしまう。お願いです。あなたの気づいた楽園を永続させるためにできることをしてください。たった10年かそこらの夢で終わらせないでください。私は、だが私は。兄さん、兄さん、兄さん。すまない、キサラ。だが閣下に信じていただくにはこうするしかなかったの。どの道もう私は長くはなかった。ティオハリム様を助けて、どうか私たちの夢を。Oh!
ライム。スタゴアの暴走。